について組織委員会などは、車椅子フェンシングなど複数の競技を千葉市の幕張メッセで開催する方向で検討していることが分かりました。パラリンピックの競技会場について組織委員会などは、招致段階では全体の22競技のうち埼玉県で開催する射撃を除く21の競技を都内で開く計画でした。その後、オリンピックの会場についてコスト削減のため一部の建設を中止して既存の施設を活用するなどの見直しを行い、これに伴ってパラリンピックの会場についても見直しを進めてきました。その結果、車椅子フェンシングやシッティングバレーボール、それにテコンドーなど複数の競技を千葉市の幕張メッセで開催する方向で検討していることが関係者への取材で分かりました。組織委員会などは、今月メキシコで開かれる ICC 国際パラリンピック委員会の理事会に報告し、承認を得た上で正式に決定することにしています。正式に決定すれば千葉市ではオリンピックとパラリンピックの2つの大会が開催されることになっても。東京からお伝えしました。続いて東海道陸地方のニュース、名古屋からです。飯田さん、こんばんは。こんばんは。ではお伝えします。今月15日に行われる金沢マラソンで、ランナーの給水を手助けするロボットを金沢工業大学の学生が開発し、今日金沢市役所でお披露目されました。今日はロボットの開発にあたった金沢工業大学の松林健二教授と学生5人が金沢市役所を訪問し、ロボットを紹介しました。開発された給水ロボットの保護点は、伝統工芸輪島塗りの本の形を参考に作られ、給水所のテーブルの上をランナーと並行して走ってカップを受け取れるよう手助けするものです。中心のくぼみに給水用のカップを乗せると、テーブル上で北陸新幹線など金沢らしいデザインにすることを説明していきました。ロボットがマラソンの給水に使われるのは全国でも初めてで、大会当日は 31.5 キロ地点の給水ポイントに設置されるということです。開発の中心メンバーである金沢工業大学の真下康弘さんは、ロボットがマラソンの手助けをするのは初めてのことだと思うので、ランナーがどんな反応をするか見てみたいと話していました。名古屋からお伝えしました。はい、次は近畿地方のニュース、大阪からです。広坂さん、こんばんは。はい、こんばんは。お伝えします。太さが 0.6 ミリという世界で最も細い人工血管の開発に動物を使った実験で成功したと、大阪・吹田市の国立循環器病研究センターのグループが発表しました。開発したのは国立循環器病研究センター理工学材料研究室の中山康秀室長のグループです。血管が破れたり詰まったりした患者の治療には、体の他の部分から取り出した血管を移植する方法が取られていますが、体に負担がかかり、また人工の素材で細い血管を作ると血液が固まりやすくなる問題がありました。そこで研究グループがシリコン樹脂で加工したごく細い金属の棒をラットの体内に埋め込むと、2ヶ月後にはコラーゲンの膜で覆われ、棒を抜くと太さ 0.6 ミリの細い管ができました。この管をラットの太ももの動脈に移植すると、1ヶ月後には管の内側に新しい血管ができ、半年後でも詰まることなく機能していたということです。研究グループによりますと、開発した人工血管は世界で最も細く、将来的には心臓を取り巻く冠動脈や指の血管の治療などに役立つと期待されるということです。大阪でした。はい、次は中国地方のニュース、広島からです。須山さん、こんばんは。こんばんは。広島市の原爆資料館付近で初めて行われる発掘調査に向けた準備作業が今日から始まり、調査が行われる本館周辺にフェンスが設置されました。広島市中区の平和公園にある原爆資料館の本館では、平成30年春のリニューアルオープンに向けて
来年4月から耐震補強工事が始まる予定で、広島市ではこれに合わせて本館の建物の下や周辺およそ2200平方メートルについて発掘調査を行います。原爆資料館周辺で本格的な調査が行われるのは今回が初めてです。市は今日調査を前に対象範囲にフェンスを設置しました。今回調査が行われるのは戦前の中島本町付近の住宅や商店が立ち並んでいたとみられる地域で、市が今年5月に行った試掘では道路や電柱の跡を示すものや瓦などが見つかっています。広島市の末貞克美被爆体験継承担当課長は、当時の町並みの遺構をしっかりと記録するとともに、貴重な被爆資料が見つかれば展示することも検討したいと話していました。市は今後